バルボラストリコバは、チェコプルゼニ出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーで、シングルス2勝、ダブルス23勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス16位、ダブルス1位。身長 164cm、体重 60kg。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。2007年から2015年までは、 夫の声援を併用して、バルボラザフラボバストリコバと名乗っていた。ストリコバは4歳からテニスを始める。2002年と2003年の前後オープンのジュニアシングルスで優勝し2003年にプロに転校。2003年ウィンブルドン選手権で予選を勝ち上がり4、大大会に初出場した。1回戦でタチアナペレビニスに4から6、7から5、9から11で敗れている。 2004年のアテネ五輪でオリンピックにも初出場した。1回戦で金メダルを獲得したジュスティーヌ・エナンに3から6、4から6で敗れた。2007年に自身のコーチのヤコブ・ザ・フラバと結婚し、結婚後は夫の姓を併用してバルボラ・ザ・フラボバ・ストリコバと名乗るようになった。ストリコバはシングルスよりもダブルスの活躍が多い。 2010年9月のトーレパンパシフィックオープンテニストーナメントでは、イベタ・ベネソバと組んだダブルスで決勝に進出し、シャハー・ピアー高卒組を64、46、18で破り優勝した。2011年全米オープンでも、ベネソバと組ベスト8に進出している。シングルスでのストリコバは2011年9月のケベックシティ大会の決勝で、マリナ・エラコビッチを46、 61、60で破り、ツアー初優勝を果たした。2014年ウィンブルドン選手権では、2回戦で、第32シードのエレーナ・ベースニガを6から4、6から2、3回戦で、第2シードのリダを7から6、7から6、4回戦では、第16シードのキャロライン・オ,オズニアッキを6から2、7から5で破り、4大大会のシングルスで初めて、ベスト8に進出した。 準々決勝では、チェコの後輩で優勝したペトラ首飛ばに1から6、5から7で敗れた。2014年全米オープンでは、クルムダ・テキミコと組んだダブルスで4大大会で、自己最高となるベスト4に進出した。2015年全豪オープンでもミハイラ・クライチェクと、組ダブルスでベスト4に進出している。ストリコバは2012年10月の BGL ルクセンブルクオープンで、 食欲抑制作用のある薬物に陽性反応を示し、ドーピング違反で6ヶ月の資格停止処分を受けている。ストリコバは2015年に離婚死急性表記に戻している。2016年8月のリオ五輪で12年ぶりのオリンピックに出場した。シングルスでは2回戦で、サラ・エラニに敗れた。ルーシー・サファロバと組んだダブルスでは準決勝で、 ロシアのエカテリーナ・マカロワエレーナ・ベスニナ組に6から7、4から6で敗れたが3位決定戦で同じチェコのアンドレア・フラバー・チコバルーシー・ハラデツカ組を7から5、6から1で破り同メダルを獲得した2019年ウィンブルドンではシングルスでベルテンスやコンタといったシード選手を続々と破り初のベスト4に進出すると ダブルスでも、射縮前米とのコンビで、決勝進出を果たした。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。